どうも、山上です。続きやっていきます。ジャッジアイズ軌道ね、バッティングセンターで出迎えようじゃないか。八神さんと海藤さんと、そして杉浦と東と一緒に4人が集まるって、もそういうことよ。みんな仲間。この4人だけはね、守ってみせるよ。軌道もなんかSP 的な護衛をつけてくるのかな。4人が集まるってことは絶対さ、戦うじゃん。任せてくれよ。守ってみせるよ。私がお前らではないのよ。もう海藤さん行こうか。海藤さん、さあ見せつけてやろうぜ、俺たちの絆を。行け。いいね、久々。海藤さん最高、最高だ。あと一人だ。オラ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 。海藤さん撃たれたのにな。もうすっかり元気だね。最高だぜ。行くぞ。バッティングセンター、なんでバッティングセンターなんだろう。そんな店あったっけか。あったんだ、ここに。へえ、源田事務所の近くにバッティングセンターありました。これか、これだね。喫煙所もあって、お、電話だ。もしもし。今車回してきたとこ、こっちのこと見える？ん？車来た。あれか。へいへい、この車に。いや、運転ありがとう。お疲れさん。おい、東はどこだ。もうバッティングセンターの中に行ってる。うん。周りは今のとこ異常なし。木戸もそろそろ来る頃だよ。その後の段取りは？木戸が来たらこの番に乗せてシャルルに連れて行くって。シャルル？東んとこの経営線。なるほど。別にどこでもよかったんだけどね。そこで木戸を取り調べる。ってことでよかった、八神さん。ああ。ちょうど噂をすればってやつだ。来たな、一人で来てるか？堂々とよ。マジで来たか。よし、行こう。まあ、あんな写真がばらまかれたら終わりだもんな。話を聞かせてもらおうか。バッティングセンターに入る。二人はついて。おいで、行くよ。東は中で待っているのかな。なんでお前らがここに。なんでって、俺はこの町で事務所開いてる探偵ですよ。木戸さんこそ珍しい。こんなとこに何の用です。もしかして美人の記者と待ち合わせとか。なるほど、そうか、やっぱりお前の仕業か。ええ。あのビデオをどうする気だ。そっちの出方によってはなかったことにしてもいい。金か。今俺らが欲しいのはそれじゃないよ。お金も欲しいけどね。私をどうする気だ。その前に場所変えよっか。いや、それは困るな。ん？でしょうね。私はいつだって守られているんだよ。なんだこいつら。ちょっと待って。厚労省のスタンガン持ってるやついたな。新しい武器。こんなのが街中にいんのか。ビデオを全部消せ、八神。ひど、君も戦うのかい。そうかい、そうかい、だったらやってやるよ。お前弱いな、終わったぞ。ちょっと待って。お、東、東、東大好きだ。東、お前だけは守ってやるからな。さあバットをよこせ。何も見えない、クレーンゲームで何も見えない。お前は必須を持つんじゃない。人数、あー何も見えないけどね。はいはいはい、外出ちゃった、外出ちゃったよ。外出たぞ。おい、ちょっと中に入れてくれ。
私がこうやってる間に倒してくんないかな。頑張ってるな。しょうがない、行こう、行ってやろう。おい、杉浦に手を出すんじゃない。お前はなんだ、みんな弱いな。なあ、おい、いいぞ東、まだいっぱいいるね。いっぱいいるのね。そっか、モグラに比べたら君たちはね、雑魚なんだな。全然勝てるぞ。あ、木刀木刀木刀、これ拾う、これ拾う、これ拾うから。拾ったぜ、カイトさん。あっちゅう間だな。終わったぞ。じゃあシャルルに連れて行くのかい。来るな、来るな。お遊びだな、みんな。かっこいい。惨めなやつだぜ。ゲー。もうあんたを守るやつはいないよ。ここには創薬センターでの肩書きも厚労省の助けもない。ずっとこの時を待ってた。私がいなければアドデックナインはどうなる。開発がストップするぞ。別にあんたを殺すわけじゃないんだから。ただ偉そうな態度はよした方がいいな。痛いのは嫌だろう。かっこいい。じゃ行こうか。囲まれた。この4人最強すぎ。星野もいればな。木村くんは5人組が似合うのよ。ねえ、いや久しぶりだね。俺こういうの昔はよくやってたけどよ。まず裸にするのが兄貴流ですよ。嬉しそうだな東。人間一皮むきゃみんなこんなもんや。科学者だろうがセンター長だろうがな、ざまあねえな。今ならまだ間に合う。アングルが気持ち悪いのよ。俺らにも殺し屋を差し向けますか。バカな、法に訴えるまでだ。そんなことされたら俺やけになってうっかりビデオ流出させちゃうかも。何、バリバリの脅し。それが嫌ならアドデックナインの話だ。あんたの口から聞かせてもらいたいんだけど。話を聞き出す。ん？もうキム、今景品止めはいいんだ。うわ、外に出たら景品止めがみんなと話せる。杉浦ねえ、こいつからは何を聞き出せばいいの。アドデックナインの人体実験を示す証拠のありか、何が出てくるかは俺らの尋問次第だ。情報を聞き出す。ヘイヘイ杉浦、お前はいいやつだぜ。じゃあ東。ねえ、こいつからは。あ、杉浦じゃない、ごめんな。こっちなんだ、私の目的は。いや、長くなりそうだな。交代で飯でも食いながらじっくりやるか。尋問慣れてるね。じゃあ海藤さん、かっこいいね。いつでも始めていいぞ。それともちょいと痛めつけてからにすっか。痛めつけちゃう？ちょっとこの絵よ。チワワのように見上げてるけど、軌道可愛くないな。じゃあ聞くかな。じゃあ軌道、話を聞かせてくれ。私が何をした、君たちは何がしたいんだ。思い当たる節あるだろう、お前は。さっきバッティングセンターに来た連中は何だ。いや、それはあんたはいつだって守られてるって、そう言ってたよな。誰があんたを守ってる。早く言えや。今さらカッコつけんなって。ずっと私を誘ってくれてたろう。ん？取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ。恥ずかしいね。
世界を救う新薬の開発者、その裏のゲスな一面か。こんなの流れたら孫の代までいい笑いもんだな。やめろ、頼むからこんな。さっきバッティングセンターに来た連中は、厚生労働省が雇ったゴロツキだ。事務次官の一ノ瀬が雇っただろ。そうだ、そうです、じゃないな、敬語だよな。 そうです私が連れ去られたことは一ノ瀬さんの耳にも入っている。早く解放しないと、さっきみたいな連中がここに押し寄せてくるぞ。大丈夫、その時はここにいるオールスターで歓迎するよ。オールスターでな。強いよこの4人は。3年前の事件のことだけど。はい。創薬センターで入院中のアルツハイマー患者が死んで、山の中から遺体で発見された。犯人とされたのは大久保新平、うん、でも実際にはあれは正野がアドデック9の人体実験で死なせた事故だった。あんたはそのことを知っていたな。あれ、返事がない。じゃあ例のセクハラ映像ネットに上げてくるよ。杉浦煽るの上手くなったね。ひど、知ってました。いつ誰からどう知らされた。ダメだ、話せない。話したら私はもう。だからちょっと待ってくれ。待てないよ、大久保新平の死刑執行が迫ってる。だからあんたがここにいるうちに全部引き出さなきゃならない。もしどうしても必要なら拷問だってやる。君は弁護士だろ、犯罪者になる気か。ん？俺は犯罪者にしたくないって。そうだよ、なら全部説明しろ。ここにあんたの助けは来ないんだよ。もう何今のタバコの吸い方、好きです。少しだけ時間をやる。俺が戻るまでに腹決めといて。うわあ、仕草のすべてがかっこいい。それが木村拓哉。かけかけよ。木戸はもう落ちてるよ多分。今はどう立ち回ればいいか頭の中で計算してんだ。かもな。ちょっと一息入れてきたら、少し時間空けた方が木戸も帰って喋るだろうし、僕らでちゃんと見てるから。気使ってくれてんの。まあたまにはね。八神さんだけ昼からずっと動いてたでしょ。杉浦、井戸から情報を聞き出す。ちょっと時間空けた方がいい。じゃあちょっと京浜同盟をぶっ倒してくるね。行ってきます。さ、京浜同盟をボコボコにしてきたよ杉浦。木戸のことは僕らで見てるよ。一息入れてきて。ああもういいよ、行くか。行こう。さあ木戸から大事な何かを聞けるのか。証拠がな、モグラに関する証拠さえあれば黒岩さんをしょっぴけるのですよ。話す気になったか。はい。おお、いいぞ。3年前、正野はアドデック9の人体実験で患者を殺した。あんたはいつそれを知った。アドデック9の記者会見のすぐ後です。正野本人の口から直接。あの時のことは今も思い出すと体が震えてきますよ、あいつへの怒りで。会見の時は何も知らなかったわけだもんな。
まあ、木戸もはめられたんだろうけど、全然かわいそうじゃない。お前なんか。アドデック9が有効なのは、今のところマウスに対してだけです。そりゃわかっている。でも人体にだってきっとうまくいく。いえ、そうはいきません。何なんだ。めでたい記者会見の後だぞ。今日ぐらいそんな話いいだろう。本当にお前は無粋というか、仕事バカというか。今日の会見には一ノ瀬事務次官も喜んでた。嫌な上司だな。うちは閉鎖どころかでかい予算が流れ込んでくるぞ。あとはお前がもう一頑張りして薬を完成させれば。現段階でアドデック9の臨床試験を行えば、被験者はまず間違いなく死にます。なんだと。なんでそんなことが断言できるんだ。大久保新平は無実なんです。あ、急に何の話を。あの判決通り、彼はうちの入院患者を殺してなどいません。患者を殺したのはアドデック9なんですから。いや、お前だよ。どういうことだ。お前だろ。あの事件はアドデック9の人体実験だったんです。私の独断で投与しました。なんだって。私は世界が待つ新薬を一刻も早く試したい一心で。とにかく自分を正当化するのね、君は。悲鳴が上がりました。私はその口を両手で必死に押さえて。じゃあ君があの老人を。なんでそんなバカなこと。じゃあどうするんだ。今日あんな華々しい会見までやってアドデック9をぶち上げたんだぞ。それも私の名前でだ。今日会見しなければこのセンターは閉鎖だったはずです。なんで事前に何も言わなかった。言えばあなたは逃げたでしょう。会見は行われずセンターも閉鎖。世界を救う新薬もお蔵入りだ。でも私はアドデック9を作るために人生を研究に捧げてきたんですよ。私には関係ない。なら私は降りる。心配ありませんよ。え、協力してください木戸先生。アドデック9が無事に完成しさえすれば何も問題はないんですから。この言葉信じちゃったわけだ。お前はその開発者として名誉を歴史に刻み、富も手に入れられます。でももし今事実をぶちまければ私もあなたも破滅するしかない。失うものが大きいのはあなたの方です。小野、お前は怖いってば。こいつの執着は何？小野が打ち明けたのはそれだけ？まだ他にもあったろ。小野は他にも人を殺してる。大久保新平を殺人鬼に仕立てるために。その、そうだろうがよ。寺沢恵美を殺したとも。やっぱり知ってたんだな。どうした？え、どうした？まだ話が済んでない。後にしろ。怒るのは八神さんに任せな、バカ者。ここまで来ればあとは何を聞いても口を開くはずだ。その後は何があった？小野が寺沢恵美を殺した後。あんたたちはもう全部わかってるんだろう。副署長の端木を始末したな。私がやったわけじゃないって。
ハシキはアドデックナインの弱みを嗅ぎ回ってた。ショーノやあんたにとって目障りな人間だ。ただそれを何とかするには助けが必要だった。アドデックナインを守ることで利害が一致する味方、それが誰かといえば、ショーノやキドがアドデックナインを守るために助けを求めた相手は、はいはいはい、厚労省の一ノ瀬なんだろ。厚労省の一ノ瀬だ。創薬センターを厚労省の天下り先として育て上げた官僚のトップ。そうです、私と省野は一ノ瀬さんに全てを打ち明け助けを求めました。あの人は政治の表も裏も知り尽くした剛腕で有名でした。私と省野は意を決して人体実験で患者が死んだことも寺沢恵美のことも打ち明けたんです。すると一ノ瀬さんはそれら全てを隠蔽し続けると即決してくれた。この横のつながりムカつく。何があってもアドデックナインとその利権を守ると。だから葦木の口を塞ぐことにも躊躇はなかった。もともと一ノ瀬さんは葦木が梶平のスパイということも知っていたんです。その一ノ瀬の手配で羽村と黒岩が殺し屋として雇われたのか。ったくクズがクズを呼ぶって感じだな。葦木が死んで、あとはアドデックナインさえ完成すれば全てが丸く収まるはずでした。しかし臨床試験をして、もしまた人が死ぬようなことがあれば新薬の完成は夢と消える。そしてセンターの存続もなくなり、それまで払った犠牲も全て水の泡になる。消えてなくなっちゃえばいいのにな。何言ってんの。犠牲を払ったのはあんたらじゃないだろ。あんたらが一滴だって自分の血に流したかよ。話続けてくれる。手をこまねいていた私とは対照的に翔野は積極的でした。彼はこう言いました。アドデックナインを完成させるためには実験の失敗を恐れてはならない。そして成功するまで実験を続けるべきだと。さらにアドデックナインの開発を早めるため、ショーノは極秘の人体実験ができる仕組みが必要だと言い出したんです。仕組み。もしアドデックナインがまた人を死なせてしまっても、それを隠せるなら危険を承知で何度でも実験は繰り返せる。つまり実験台の確保とその始末が速やかに行われる仕組みです。それができれば薬は必ず完成させると。それで凶霊界のヤクザたちを実験台に。一ノ瀬さんは翔野のその希望を全面的に聞き入れたんです。一ノ瀬さん甘やかしすぎだよ。私は翔野が必要とする裏金の調達役でしかない。創薬センターには厚労省の予算が流れ込んできました。それを使って翔野は神戸町に秘密のラボを作らせたんです。秘密のラボ。人体実験はそこで行われてます。神戸町で人体実験の秘密ラボのことは羽村も本丸園で口にしていた。創薬センターでは実験してないんだもんな。そのラボは神戸町のどこにある。いや、細かい場所までは。私は翔野と一ノ瀬さんの話をそのなるべく聞かないようにしていて。そこが殺しの現場だ。凶霊界のヤクザたちは全員その場所で殺された。そこになら何か証拠が残ってるはずだ。おい、本当に場所知らねえのか。黒岩刑事なら
もちろん知っているはずです。あんたと違って口を割る相手じゃない。できれば会いたくない。怖いから。ラボの設置を指揮した人物がいます。誰なの？翔野じゃない？一ノ瀬さんの部下で、名前は石松。出た石松。その名前何者？確か羽村も言ってたな。殺しの仲介人だ。そいつはどこにいんだよ。カムロ町のミレニアムタワー、あの中に厚労省の支局分室があるんです。今夜はそこにいると聞いてます。何？支局分室って？小野のラボを管轄するためだけの部署です。表向きには存在しません。もうビッグプロジェクトなんだな。看板だって違う名前で出てます。そんなのがカムロ町に？まあとにかくよ、石松はラボの場所がわかるわけだろ。なら話は早い。ええ、また裸に向いて聞き出すんですね。いや、それよりいい考えがあるよ。お？ん？まずその石松さんを秘密ラボに向かうようになんとか仕向けるので、僕らはそれをミレニアムタワーからこっそり尾行する。ナイスアイディア。なるほど、石松に直接道案内させるってことか。でもよ、どうやってそいつをラボに向かわせんだ？あ、そこはさ、大丈夫、木戸が石松に電話をかければいい。は？俺らが小野のラボを嗅ぎつけたらしいとか、そんな風にさ。で、ラボの様子を見に行ってほしいって頼むんだ。それ、いいんじゃない？私が石松にそんな電話を？せいぜいうまくやれよ。出なきゃセクハラビデオをばらまくぜ。決まりだね。石松の特徴は？年は50代くらいで、グレーのスーツ、小柄で160あるかないか。あ、いつも手袋をしてます。おお、そんなおじさんたくさんいるって。そうか、冬か今。他には？ネットで写真を漁ればわかるかもしれません。石松って名前だけで検索しろっての？いえ、そうじゃなくて、一ノ瀬事務次官の写真を探すんです。多分どこかで石松も一緒に写ってるのがあるんじゃないかと。厚労省の。それなら少し時間をかけりゃ見つかりそうだな。じゃあ海藤さんと東はここで軌道を見張っててくれる？おう。僕は？杉浦は俺と石松の尾行、こっそりやるのは得意だろ。まあね。ならすぐに行こうよ、ミレニアムタワーに。石松の写真は見つけ次第お前のスマホに送ってやるよ。ああ、作戦開始だ。作戦開始だ。4人で手分けして。じゃあミレニアムタワーに向かおうか。今日はここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。